今日は数あるカキラの型の中からウエストシェイプにおすすめの型を2つご紹介したいと思います。まずは背骨を整える先月の型からつなげてクレセントムーンの型、そして紫光の型をやっちゃいます。皆さんもぜひ一緒に動いてみてくださいね。それではあぐらで座骨を立てて座ります。右手は膝の上、左手手首を折って構えました。息を吸いながら斜め上に上げます。吐く息で下ろしました。吸いながらちょっと右方向、吐く息で右手顔の前です。息を吸いながら上に上げる、顔が横、吐きます。ここで大きく息を吸います。肋骨が動いて背骨が整います。吐きます。もう一度息を吸って、吐く息で肘からパタンと折り曲げて重ねたら顎を引きます。ここでもう一息を吸います。右の肋骨と骨盤の間にスペースを作ります。吐きます。吸いながらゆっくりと後頭部から起こして正面、吐く息で三日月を描くように下ろしました。今度は右手構えていきます。息を吸います。吐いて下ろしました。吸って横、吐く息で左手構えて、吸いながら上、顔が右、吐きます。もう一度大きく息を吸います。先月の肩、呼吸もしやすくなります。吐きます。もう一度息を吸います。吐く息でパタン、重ねて顎を引きました。もう一度深く息を吸っていきます。今度は左側のウエスト、吐きます。吸いながらゆっくりと頭を起こして正面、吐く息で下ろしました。そのまま左の膝を立てて内側から軽く開きます。この角度は無理のないところで、軽く手で支えたら右手手首を折って構えます。息を吸いながら手を上げる、体重ちょっと右に乗せて吐きます。左ちょっと浮いたまま顔から動きます。息を吸いながら顔が右、胸軽く天井を見上げて吐きます。ここで息を吸います。首周りも整います。吐く息で顔を楽な位置に戻してから正面、顔だけ反対、顎を引きます。ここでもう一度大きく息を吸って、ウエストラインを作ります。吐きます。吸いながらゆっくりと後頭部から起こして正面、お尻を下ろしたら吐く息で上にふわっと下ろして反対を向きます。このまま息を吸います。吐く息で顔正面、手首緩めてゆっくりと下ろしたら足を変えていきます。今度は右の足を開いて支えました。左手構えます。息を吸います。体重ちょっと左、吐きます。ちょっとだけ浮いてます。吸いながら顔が左、胸軽く天井を見上げて吐きます。ここで息を吸います。紫光の肩、吐く息で顔を楽な位置、正面反対向いて顎を引きました。ラストチャンス、大きな息を吸ってウエストシェイプ、吐きます。吸いながらゆっくりと後頭部から起こして正面、お尻を下ろして吐く息でふわっと回して、顔は左です。息を吸います。吐く息で顔正面、手首緩めてゆっくりと引いて下ろしました。足を戻します。お疲れ様でした。皆さんいかがだったでしょうか。素敵なウエストラインを目指してぜひ続けてみてくださいね。ありがとうございました。